池田峰夫は、日本の農民運動家、政治家、衆議院議員を務めた。日本農民組合中央常任委員及び同、上層同盟委員長などを歴任。茨城県筑波郡作岡村安職の生地主の家に生まれる。旧姓下も妻中学校3年の時に、父の経営する会社が倒産し、新張郡土浦町へ移住。 同地の旧姓茨城県立土浦中学校を卒業後、有機群衆道村裏で代用教員に就く。この間、土浦中学校同級生の小林光介を介して文化サークルに参加、加藤司会ら、全日本農民組合連合会関係者と親交を深めた。1931年に発生した大田村事件の後全農全開派初期。 同青年部長に就任。翌年9月には、東茨城軍県総村で、小崎葬儀の応援中に、検挙、1936年秋まで服役を余儀なくされる。1945年日本共産党へ入党、同党茨城県委員を務める傍ら、1949年の総選挙に、旧茨城3区から出馬し初当選を果たす。 当選局の当選者の中では最年少であった。1998年12月3日、胸膜炎のため、茨城県つくば市の病院で死去。87歳。日本労働年間、第28週1956年版、第2部労働運動第3編、農民運動法制大学大原社会、問題研究所ウェブサイトより、後に、 日本共産党へ入党、東方勤労者共産大学留学から、帰国後逮捕同年実施の、茨城県議会議員選挙で、全農推薦の候補者への警察による妨害に橋を、発する相乗事件。全農関係者が多数逮捕された日本共産党、元衆院議員、池田美ねおさん死去治安維持法犠牲者国家、賠償要求同盟ウェブサイトより、 ハットエビー村川一郎編著日本製党史辞典中1998年国書観光会 P578 1998年12月4日付朝日新聞ありがとうございます